南シナ海は太平洋西部で中国、台湾、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、シンガポール、タイ、カンボジア、ベトナムに囲まれた海域の名称。世界有数の通称航路であるだけでなく、スプラトリー諸島などの領有権とその周辺海域の管轄権をめぐる国際法上の紛争もあり、軍事、安全保障も重要な海域である。 2016年時点で日本国政府の外務省などの公式文書等では南シナ海と表記され日本国内では一般化している。第二次世界大戦までは南シナ海と表記した。なお中国語圏において当該海域の名称として用いられている南海は日本国内では近畿南部と四国一帯の歴史的故障である南海道やそれに由来する企業などを指す。 南シナ海海底地形東南アジアの赤道から北緯23度付近の中国沿岸まで広がっている熱帯、亜熱帯の海域である。南西部のマレーシア東方付近は大陸方が広く発達しており水深200メートル以下となっている。東部は深く特にルソン島北西沖にはマニラ海溝がある。太平洋とは主に台湾島、フィリピン諸島、 カリマンタン島などで区切られており、バシー海峡など限られた海峡で結ばれているに、過ぎない。海域内における大きな島は、海南東程度であるが、サンゴ礁も含めて、中小の当初は多い。中国が南海諸島と総称する南沙諸島、中佐諸島、西沙諸島、東エサゴ諸島のほか、ナトゥナ諸島、南ナトゥナ諸島、アナンバス諸島などがある。各国大陸法では、 漁業が行われているほか、石油や天然ガスが発見、採掘されている。200以上の島と省が知られており、大部分は南沙諸島にある。同諸島は8 1 0トルと9 0 0トルの広さに及び、海南島などを除く最大の離島は太平島で長さ1 3トル、最高海抜3 8ルである。また、フィリピンのパラワン諸島とは、 パラワン海溝を挟んで、リード体と呼ばれる、長さ約 100km の海山があり、面積8866平方キロメートルは、干渉として、世界最大。今や水深20メートルに沈んでいるが、約7000年前に氷期が終わり、海面が上昇するまでは島であった。南シナ海の領海南シナ海の、領海問題アオハ各国の排他的経済。 水域赤派川中国が主張する、領海黄緑色、領有権問題となっている諸島、中国とベトナムの排他的経済水域の境界に、あるのが、セ佐サ諸島、ボルネオ島の北西に位置するのが、スプラトリー諸島スプラトリー諸島の占有状況。中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシアの5カ国が入り乱れて、実効支配している1935年に、 中華民国の中国国民党がブルネー近海のジェームズ省をヒハハと命名したが国内の混乱や海軍力の不足により実行支配はできなかった。1939年4月に日本海軍はスプラトリー諸島の最も大きな島である太平島を占拠して長島と命名した。1945年12月に日本の敗戦に伴い 中華民国政府はナオサ管理所を関東省に設置した。1947年に中華民国の国府政権は11弾線を発表した。その後、中華人民共和国は東南アジア諸国の本土領海線ギリギリまでを自国の管轄とする九段線を宣言した。しかし、九段線の法的解釈が当初貴族の戦果、歴史的な権利の範囲か、 歴史的な水域戦か、それとも伝統強し海戦かということはまだ中国政府に公式的に発表されていない。中国、海南島の南方にある青砂諸島については中華人民共和国、中華民国、ベトナムの3カ国が領有権を主張している。中国政府は1974年の青砂諸島の戦いで南ベトナム軍を攻撃して、 島々を占領。中国人を移住させたり、中国人民解放軍を駐屯させたりして、支配を強化している。南沙諸島などをめぐっては6カ国が領有権を主張し合っている。中華人民共和国、中華民国は全体の領有を主張し、ベトナム、マレーシア、フィリピン、ブルネーの4カ国は一部分の領有を主張している。各国は、 資源開発を独自に行ったり、協力したりする一方で、軍の配置や島の基地化、国際司法裁判所への提訴などによる権益確保も進めている。戦術の通り、利害が衝突する国の間で、南シナ海の故障が異なっているのには、こうした背景が存在する。このほか中国とベトナムは、トンキン湾、マレーシアとベトナムは、台湾、マレーシアとフィリピンは、 東ボルネオ沖をめぐって、排他的経済水域の主張が重複、対立している。2010年7月23日、ハノイで開かれた東南アジア諸国連合地域フォーラムは、南シナ海問題を重要な議題の一つとして議論した。2002年の南シナ海行動宣言を効果的に実施し、法的拘束力のある、 南シナ海行動規範へと発展させることへの指示を確認した。2011年11月4日5日、ハノイで南シナ海の安全保障と協力をテーマに国際会議が開かれた。閉会式でセベリーノは南シナ海の紛争を平和的に解決することを期待するとともに、領有権問題の解決は当事国間の交渉でしか解決できないと述べた。 2014年6月1日、シンガポールで開催中のアジア安全保障会議において、中国側代表の王冠中、人民解放軍副総参謀長は、南シナ海の島々は2000年以上前の館代に、中国が発見して管理してきたという胸の発言を、した。また、王は、名指しを避けながら、中国に自制を求めた、日本の安倍晋三首相に対して、安倍総理大臣は、 東回しに中国を攻撃し、ヘーゲル長官は率直に非難した。ヘーゲル長官の方がましだと述べ、これに対して小野寺防衛省は中国の反応は理解できないと反論した。アメリカの CSIS は2016年1月にまとめた報告書において中国が複数の空母打撃群を保有する可能性を指摘すると同時に2030年までに 南シナ海が事実上中国の湖となると、警鐘を鳴らし、オバマ政権の対中国、北朝鮮政策が不十分であると指摘した。NHK によれば、2016年7月まで、国際司法裁判所で行われている仲裁裁判に、対して中国政府は外交交渉を通じた解決も検討していた。2016年7月12日、 常設仲裁裁判所は提訴した、フィリピン側の主張を全面的に認め、南沙諸島とスカボロー章にある全てのリーフは、法的には、排他的経済水域及び大陸法を生成しない、岩とする南シナ海判決が結論された。中国は、南シナ海判決を受けて、従来消極的だった、南シナ海行動規範の草案作成に動いて、大枠合意され、 2017年8月のフィリピンでのアセアン外相会議で当事者同士の合意形成による幕引きを図る中国に有利な形で承認され、同年11月に中国アセアン首脳会議は大枠合意の内容で詳細を詰める交渉を開始することで合意し、アセアン議長声明ではそれまで掲載されてきた南シナ海問題への懸念の文言が消えて、 中国とアセアンの関係改善への評価が盛り込まれた。アセアン首脳会議で対中関係改善のために習近平国家主席や李克強国務員総理といった中国の首脳と異例の2回連続の会談を行った日本の安倍首相もアセアンと中国のこういった動きを歓迎すると述べた。2020年10月19日菅義偉内閣総理大臣は就任後初の 外遊先としてベトナムを訪問し、ベトナムの大学生に対して日本は南シナ海の緊張を高めるいかなる行動にも強く反対している。日本は南シナ海の方による支配の保全を一貫して支持してきたと演説したが、これは南シナ海で人工島を積極的に建設している中国に対する批判であり、また中国がここ数ヶ月南シナ海でベトナムに 多大な圧力をかけていることへの牽制であった。南シナ海に関するフィリピンと中国との間の、仲裁外務省、平成28年7月12日聖戦版日本、国語大辞典、南シナ海から言葉抜く、l i m i t オ of Oceans and Seas 3rd インターナショナルハイドログラフィック・オーガニゼーション、ピアニッシモ、30から31、2014年5月12日、閲覧。 ナンバー四十九が、該当海域、ステートメント・オブ・ザ・ディエフェ、オン・ザ・チャイニーズ・ベッセルズ・イン・ザ・ウエスト・フィリピンシー、14、2011、フィリピン共和国政府、二千十六年十月十三日時点のオリジナルより、アーカイブ、二千十一年六月閲覧、インドネシアでクレアズノをスナップすなし、NHK ワールド、二千十七年七月十四日、金箔。 南シナ海、インドネシア、仲裁裁定受け地図を改定。産経ニュース。2017年7月18日。インドネシアも中国と絶戦。南シナ海の一部故障変更。日本経済新聞電子版。 h t t p w w w n i k k e y c o m スラッシュアーティクルスラッシュ t g x l a s g m 1 8 h 8 f z 1 0 c 1 7ペ f f 1 0 0 0 2 0 1 7年7月22日閲覧南シナ海を西フィリピン海中国に抗議の意 読売オンライン、オリジナルの2011年6月16日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20110616190300/.http:/www. 読売 COJP ワールドニュース 2011万6 1 4イト1 t 0 0 8 5 3 h t m 2 0 1 1年6月14日閲覧人民解放軍副総参謀長中国は漢の時代から南シナ海を管理してきた中国市新華社通信ネットジャパン新華経済2014年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年6月6日閲覧 AB 中国軍幹部日米の発言に強く反発。NHK2014 年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月6日閲覧。長井秋。中国軍幹部首相発言は挑発アジア安保会議で日米批判。日本経済新聞電子版。オリジナルの2016年3月4日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 0 4 0 7 3 5 3 1 h t t p w w w n i k e y c o m a r t i c l e t g x n a s f s 1 0 0 u r 0 0 c 1 4 a 6 p o l y 1ン8 0 0 0 2 0 1 4年6月6日閲覧南シナ海 2030年までに、中国の湖に、米研究機関。朝日新聞デジタル。オリジナルの2016年10月5日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20161005082821/http:www. a a s h i .com、articles。 ASJHP53LBJHPB016HTML8、AS P BJ P HTML と南シナ海仲裁裁判中国が不利な判断に備え対策検討。NHK2016 年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月2日閲覧。南シナ海規範、骨抜き枠組み合意。毎日新聞社。2017年11月7日閲覧。 南シナ海行動規範を承認アセアン、中国主導で日本経済新聞社2017年11月7日閲覧南シナ海行動規範交渉開始で合意イコール中アセアン首脳会議時事通信社、2017年11月16日閲覧北朝鮮懸念中国には配慮イコールアセアン首脳会議声明発表 アフップ部、2017年11月16日へ閲覧。南シナ海問題、懸念消えたアセアン議長声明発表。朝日新聞社。2017年11月16日へ閲覧。安倍外交、対中牽制を、抑制南シナ海、トーンダウン。日本経済新聞社。2017年11月16日へ閲覧。ジャパンズニューピ m ーエ,エンドオスズアベースインド。 パシフィックポリシー。ザインディアンホーク。オリジナルの2021年2月7日。時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20210207035351/https:www.cindianhawk.com202010Japan's New PM Endoses Waves Wind パシフィックポリシー。 HTML、ありがとうございます。